フードバンクとは包装の痛みなどで品質に問題がないにもかかわらず市場で流通できなくなった食品を企業から寄付を受け生活困窮者などに配給する活動及びその活動を行う団体。食品メーカーや外食産業などでは品質には問題がないものの包装不備などで市場での流通が困難になり商品価値を失った食品が発生する。 従来は廃棄されていた、こうした食品の提供を原則として、無償で受け、生活困窮者を支援している NGO、NPO、等の市民団体を通じて、野外生活者や児童施設入居者などの生活困窮者に供給する。消費期限切れなど品質に問題のある食品は対象としない。提供を行う企業にとっては、廃棄にかかる金銭的な費用を抑制できるだけでなく、 食品廃棄物の発生を抑え、福祉活動に貢献しているという面で、CSR の取り組みともなり、企業価値の向上にもつながってくる。社会学の教授、ジャネット・ポッペンディックによれば、アメリカ合衆国の飢餓は1960年代に解決されている問題であった。しかし1967年、アリゾナ州フェニックスのスープキッチンで、ボランティア活動をしていたジョン・バン・ヘンゲルは、 ボランティア先のシングルマザーからまだ食べられる食品がスーパーで大量に廃棄されていることを知った。バンヘンゲルはスーパーにこうした食品を寄付してもらうよう交渉するとともに地元の教会に食品を備蓄する倉庫を貸してくれるよう頼んだ。こうして1967年倉庫を提供した教会の名を取り世界初のフードバンクであるセントメアリーズフードバンクが誕生した。 その後、農家から収穫したものの残った農作物の寄付を受け、1976年にセカンドハーベストを設立。セカンドハーベストは後にフィーリングアメリカに名を変え、全米の約200のフードバンク団体を統括する組織となっている。そして早くも1980年代、フードバンクはアメリカ合衆国から世界へと広がり始める。 そのうちヨーロッパ発のフードバンクが1984年にフランスにでき、1990年から2000年代前半に南アフリカ、アフリカ、そしてアジアで設立されていった。2007年にはザグローバルフードバンキングネットワークが組織化された。イリノイ州シカゴ郊外には広大な物流センター。 グレーターシカゴフードデポジトリーがあり、2007年実績で1万8000トン、1日、あたり8万4000食分の食料が供給された。冷蔵車を使い、レストランやホテルなどから日持ちしにくい食材の提供も受けている。連邦法であるビルエマーソン食料寄付法により、善意で寄付した食品が元で1万1トラブルが発生した場合でも、今や、 重化質がない限り寄付した側は、法的責任が問われない旨定められている。税法上でも、現物寄付の場合には、原価の2倍までの控除が受けられる、優遇策が設けられている。しかし近年では、以前まで寄付の対象となっていた食品が、分けあり商品として、寄付に回らずに通販などで流通したり、食料を価格の変動で政府からの寄付が減るなどの、問題に直面している。 元アメリカ海軍の軍人で、上智大学留学生のチャールズ・ E ・マクジルトンが2002年3月に、日本初のフードバンク団体を設立、同年7月に、東京都から特定非営利活動法人の認証を受けた。2004年からは、団体名を、セカンド・ハーベスト・ジャパンと改めた。これとは別に、2003年4月には、アメリカ人のブライアン・ローレンスにより、関西地方を地盤とする。 フードバンク関西が発足。翌2004年1月には兵庫県より特定非営利活動法人の認証を2007年には国税庁より認定 NPO 法人の認証を受けている。いずれも当初はハインツ日本やコストコなど外資系企業からの寄付が中心だったが日例など日本の企業からの寄付も始まりもったいないの観点からも注目されつつある。 2007年以降は、沖縄県や広島県、愛知県、北海道でも動きが始まっている。なお、三省堂、クラウン・イングリッシュ・コミュニク社内という高校の英語教科書にフードバンクや、セカンドハーベストについて紹介されていた2017年時点、北海道から沖縄県まで全国80カ所以上で、フードバンク活動が行われている。セカンドハーベスト名古屋、 ありがとうございます。